HT やる前に、はい、確かに我々も、HFT もありますし、はい、まあ、一番普及しているのはベルトコンバーターを普段使っているものですね。で、そういった AT の形っていうのを、はい、まあ、もともといろんな形で模索していたというふうな流れはありました。はい、その中で、まあ、マニュアル車が持っているダイレクトな操作フィーリングであったり、まあ、大きな排気量でも対応できる能力であったり効率であったりっていうところを、こうやはり一番、うん、それを満たす最適なトランスミッションっていうのは何なんだというのを、まあ、ずっと10年以上前からいろんな形で研究してきました。でその中で最終的に、まあ、一番最適だろうという答えでたどり着いたのがデュアルクラッチトランスミッション DCT というふうなことになります。ということで、まあ、この DCT というのをもともとやる目的としては、リニアでダイレクトなドライブフィールド、マニュアルと同じようなドライブフィールドを持ったオートマチックを作りたいというのが一番、うん、まあ、最初の動機として、ございました。で、その中で、まあ、おそらく皆さん、二輪車にオートマチックって本当に必要なのかどうなのかっていうのが、疑問として思われる方っていうのは非常に多いと思うんですね。例えば四輪であればオートマチックってどちらかというと運転がそんなに上手じゃない方だったり、まあ、楽して乗るための道具だったり、決してスポーツとかそういうイメージと四輪の AT っていうのはあまりつながってるようなところがないのかなと思ってます。で、そんなイメージでいくと DCT っていう、モーターサイクルのオートマチックっていうのは本当にモーターサイクルのイメージに合うのかっていうのは、我々初期の段階で開発していたメンバーも非常に、まあ、疑問を持ちながら初期 そのプロトタイプを組み合わせたというような流れがございました。で、そのプロトタイプの車を作って、北海道に、ワインディングを持っているテストコースがあるんですが、まあ、そこにそのプロトタイプの車を持ち込んで乗ったところで初めてこんなにクラッチとか、チェンジの操作に気を使っていたんだ。逆にそこがオートマチックになることで非常に車の、オートバイの操縦っていうのは非常に楽しめるっていうことが、その時その開発をやっていたメンバーが非常にそこを感じることができて、それでこの DCT というのを、まあ、量産していこうというふうな流れがそこでできたというふうな形ですね。で、今、一番初代のものが VFR1200 で、その後 NC シリーズで、大きく言うとハードウェアとしては3代目としてアフリカツインというのに適用することができたというふうになります。ハードウェアの部分で言うと、はい、初代に対してなるべくコンパクトにしていくという一つの流れと、はい、あとはどうしても VFR というのはかなり高価な車でしたので、はいはい、より多くのお客様に乗ってもらうためによりコストを抑えた形で性能を出すっていう風な流れと2つの流れで進化してきています。で、今回アフリカツインに関してはそのコンパクトさというのを、うん、もうかなり重視して、進化してきたっていうのがメカニズムの進化ですね、はいはい、でコントロールの制御の方の進化については、はいはい、よりいろいろなモードを選べるようにお客様の好みに合わせて選べるようにという風な流れと、お客様が特に何も選ばなくても最適なギアポジションを選択できるように、それはいろんなスロットルであったりブレーキであったりいろんな操作から、お客さんのライダーの今の要求っていうのを推定してなるべく最適なギアポジションを選べるようにというふうな2つの流れで進化しています。メカニズムとしては第一世代が、まあ、VFR のシリーズがあって、第2世代で NC のシリーズがあって、はい、第3世代で、まあ、アフリカツインというのがあるんですが、はい、中身の制御は大きく分けると第4世代ありまして、はい、NC の中でも第2世代と第3世代というのが2つあるんです。まず1つ目、第1世代というのは、はい、まず、D と S と、はい、マニュアルモードというのがあって、はいはい、最大のこの時の新規機
機構というか、売りだったのが、スロットルのパターンでもってコーナリングを検知します、はい、コーナリングしているときはシフトしないようにしますと、はい、いうような制御が入れているんですね。でそれからオートマチックのものとマニュアルのものっていうのは、はい、こっち右側のスイッチで切り替えられるんですけど、はいはい、マニュアルモードを1回選ぶと、もう1回オートマチック、はいはい、もう1回押さないと戻らないと、アップとダウンのスイッチがついていて、これを1回押すとマニュアルモードに移っちゃうっていう風な機構の、まあ、機構というか制御だったんですね。でそれで世の中に出してみると、いろいろお客さんからのフィードバックがありました。マニュアルここでボタンを押したら、自分の適当なところで戻ってほしいっていう意見であったりとか、 D モードはちょっとシフトが早すぎるんだけど S を選ぶとちょっと引っ張りすぎると、いろんなフィードバックがありましたということで、第2世代では今度はこっち側のボタンを押してギアポジションを選んだときは、その選んだ時の状況をもとに、その後とスロットルとブレーキのパターンを見ながら、ちょうどいいところで AT モードに戻るっていうのを一つ入れました。それから、D とか S とかって言ってるんですけど、その中で実は走行パターンを見ながらもう少し引っ張るモードに切り替えたり、また元に戻ってみたりっていう、内部的にいろんなものを切り替えていくっていうような制御を追加したのが第2世代です。そうするとよりシフトチェンジするタイミングっていうのがライダーの好みに合わせて自動に変わってくれるというふうなイメージを狙っていたのが第2世代になっています。で第3世代になると、まあ、これでいうと 2.5 になるんでしょうけど、今度は DCT っていうのはクラッチの容量っていうのをいつでも好きなようにコントロールできるので、少し扱いやすさの方に使それを使えないかということで、スロットルを開けた瞬間であったり閉じた瞬間であったり、ほんの少しその瞬間にクラッチをちょっと滑らせてあげることで操作に対して少し穏やかな挙動になるような工夫を入れましたというのが 2.5 世代ですね。で最後、今度出てくる第3世代というのは、今度徒歩班も入れるようにしました。それから S モードが3つ選べるようにしましょうということで、より、走行状況の分析をするのをより細かく分析するようになったので、どん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 その変速タイミングっていうのが意識をしなくても適切なところでできるようになった。だん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 、その変速タイミングが最適化されてきてるっていうのが第3世代の DCT。定義的には、はい、オフロード向けのバイクになりますので、はい、オフロードに適した G スイッチっていうのが追加されているというのが一つ、はいはい、それから、S1、S2、S3 といって、はい、S モードの中で3つ好みに合わせて選べるっていうのがついたという、まあお客様から見るとその2つが大きな変化になる。アフリカツインで、新しくオフロード用に、追加された機能が大きく分けて2つありまして、はい、先ほどありました G スイッチの追加と、はい、あとは、後輪の ABS キャンセル機能というのがつきました。で G スイッチの方は、オフロードで走るにあたって、ダートとかで、スロットルを開けて車体を起こすような挙動が、必要になる場面がかなり多いでしょうというところで、その走ってる時のクラッチの制御をオフロード専用に変えまして、スロットルを開けるというライダーの意思により、敏感に、レスポンスよく車体のコントロールができるように、G スイッチというものを追加したと。あとは、自動変速になりますので、ダート走行であるとかオフロードを走るのに最適なシフトスケジュールにしてますという、この2つが G スイッチのになっています。でもう一つが、後輪の ABS キャンセルというところは、後輪をスライドしてそのままターンするような、後輪スライドのきっかけになるような時のために、後輪の、ロックを許可しますというところを、今まで従来の DCT 機種は必ず
ABS が必ずついた上に、DCT を載せていたものを、今回、専用制御で、後輪の、後輪ロックを、とかするような後輪ロックをしてもエンストが起きないような制御をついている。そのオートマチックの先ほど言った、進化の部分で四輪と大きく違うところっていうのがありまして、オートバイの場合ってスロットルを戻す時の挙動っていうのもすごく大事なんですよね、はい、でスクーター系のベルコンですとか、はい、トラコン、はい、トラコンですとかと、そう、加速する方には4輪さんとかも結構オートバイ車気にしてて、はい、ガンとつながるようにしますから、はい、結構戻す方っていうのは、はい、挙動が出にくい、はい、でオートバイっていうのはどうしても加速の時に荷重後ろとして、はい、減速の時にまずフロントに荷重乗せないと、はいはい、次の操作が動けないんで、はい、それが結局スロットル操作で全部動けないんで、はい、でそれに対してその DCT でクラッチをきっちり持ってるっていう部分がその挙動を生み出しやすい。なるほど。それがライダーの意のままになるオートマチックっていうことですね、はいはい、でそれに対してそれがさらにもっとクリアに出るためにするために3世代目ってことで今伊藤の方が説明あった G スイッチっていうので、はい、さらにそれがライダーの意思に11になるよと、はい、でギアのチェンジパターンに関してはあれが申しました通りもうすでにこれはもう大枠のところはほぼほぼできてる状態 で、はいはい、でどこまでライダーの思惑通りライダーがこう荷重前に移したい、でそれもライダー本人はそんなに意識してないんですよね、ベテランになればなるほど、はいはい、でもそうならないとあれっていうのがどうしてもベテランになればなるほど、はい、でそれが今回第3世代目っていうのはほぼほぼキャンセルされて、はい、MT とまず変わらない、うん、ほぼ変わらないそのダイレクトな感じプラスその左手が不利になる、余計なことを考えないでも、はい、もうそこに集中できるっていう部分が今回プラスアルファされた部分かなというふうに思います。一つはやはりそのこの DCT っていうのが、はい、まあ、地味な変化、お客様に分かりやすい変化を含めて、はいはいはい、毎年毎年少しずつ手を入れて、はい、進化させてきたんです、はいはい、でその積み上げがあったから今アフリカツインの中で非常に完成にあったものっていうのを作ることができたというふうに思ってますので、まあ、その進化を止めてはいけないと、はい、まあ、アフリカツインが世に出たところでお客様からいろんなフィードバックをいただくと思いますので、はいはい、まあ、その声を開発に生かしながら、まあ、それを少しずつ他の車の DCT にも同じように反映していくっていう進化が、地道な進化を一つずつやっていかなきゃいけないっていうのはもう一つなんですけども、第一世代がツアラー的な車で、第二世代は、まあ、街中をメインに走るような車と、で第三世代でオフロードというふうに少しずつその DCT には適用されるカテゴリーというのを広げてきていますので、はいはい、まあやっぱり次はまだ DCT が適用されていない、まあ、スーパースポーツとか、はい、まあ、元クロスターだったりとか、はい、本当にそんなところにオートマチックが必要なのと思われるようなそういうカテゴリーにもこの DCT を適用したらどうなっていくのかというのは、我々も非常にやっていかなきゃいけないと思ってますし、そうやって一つずつカテゴリーを広げていくことでよりお客様に DCT というものを認知していただけるというふうに思っています。なので、まあ、より広げていくというのと、はいはい、より、まあ、ライダーに近寄るように、進化させていくというと2つの柱でやっていきたいというふうに思っています。ダウンサイジングも当然、考えていますね。より例えば小さな排気量に入れようというふうに考えたときに、はい、やはり今のままではちょっと入らないというところも当然ございますので、はいはい、ダウンサイジングの方も考えています。要はどん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 存在を消して、そうじゃなくて道に対してスロットルを開けたり閉じたりブレーキをかけたりっていう、そこがライディングのやっぱり本質で、そこにいかにライダーを集中できるようにな車を作っていくかっていうのが進むべき道なのかなと思っていくと、くどけて進化すればすると印象に残らないのかなって思っています。でだからそういう意味では印象に残らない DCT っていうのが、はい、変な言い方なんですけど、はいはい、それが最大の褒め言葉なんじゃないかなって思います。要は印象が残らないっていうことは当然ライダーの意識と非常にシンクロしてるっていうふうなことになると思いますので、はいはいはい、そうするとこの DCT を乗りこなすために何かをしろって言うんだとするとまだその DCT としては技術として未熟なんじゃないかと思って、
そんなことライダーが考えさせない。ライダーが思うがままに走ったらそれで気持ちよく走れる。そこがやっぱり目指すべき究極的じゃないですか。うん、